しゃい。博多は梅雨明けましたね、ついさっき。夏が来たなという感じで、本来だったらね、ちょうど山笠の追い山終わって、博多はね、7月の15日に山笠のこうクライマックスで追い山というのがね、早朝の4時58分から始まって、まあ大体まあ午前中の9時前にはそのお祭りが終わるんですけど、その後に一斉にね、空がもう晴れて梅雨から明けて、なおかつセミが一気に鳴き出すんですよね。だから街中のあれも、おいしさおいしさの掛け声で、もう何万人の男たちが走り回った後にやっぱセミが起きてくるっていうね、本当毎年そうだったんでね、不思議な現象ですが、よう考えたらまだセミ起きてないんで、これどうなることやらということで、家でおかんつけたいです。必要なグッズはこちら紹介したいと思います。うまい酒とケトルとチロリ、こちら紹介したいと思います。前にね、おかん酒家でするのにどうしたらいいですかって同じ質問あった時に、僕鍋でこう紹介して、実際僕家で鍋使わないですね。このケトルに水張って、これでボタンスイッチオンで、で上がってきたところでもうそのままついで、それが一番楽ですね。別に温度計なくても分かるんですよね。要はちょっと暑い風呂がね40度ぐらいで、まあそれよりちょっと暑くなったら50度ぐらいなんで、別にこれにまあ温度計あったらもうベストなんですけど、だから温度計がないと家でおかんつけれないっていうわけではないんで、まあ、むしろその意外とぬるめでつけちゃったけど美味しかったねとか、熱々になったらけど美味しいなとか、そういう発見があるのも家でね関する良さというか、お料理屋さんでね、ドンピシャで合わせていくときにはまあ温度計欠かせないんですけど、まあ料理も一緒ですよね。料理屋さんはその温度計だったりとかね、塩分濃度計だったりとか使いながらコントロールしますけど、家でつけるときはこの酒は42度でつけないととか、まあ酒蔵によってはね、うちの酒はあの38度で飲んでくださいとかね言ってるとこあるけど、家では全く気にしなくていいので、まあなんかいろんな温度を試してもらうことの方がいいのかなということですね。今日の酒クエ家でおかんつけたいです。必要なグッズはケトルにチロルにうまい、ケトルにチロルじゃない、今日の酒クエスチョン、家でおかんつけたいです。必要なグッズはケトルにチロルにうまい酒、まあ温度計はあればなおよしということで、ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。